モーリス・エマニュエルは、フランスの音楽学者、作曲家。ホンナ・マリ・フランソワ・モーリス・エマニュエル。バール・シュル・オーブで生まれ、ボーヌで育った。1869年に家族に連れられ、ディジョンに移り、同地の聖歌単員になる。パリ音楽院に入学し、作曲をレオドリーブに指示。同窓生のドビュッシーと知り合い、生涯の友人となった。エマニュエルの関心は、 民謡やオリエントの音楽、異国の先方にあった。エマニュエル作品の先方の用法はドリーブを不愉快に、し、ドリーブはエマニュエルのローマ大将への参加申請を差し止めた。その後エマニュエルは学問の道を歩み、1895年に古代ギリシャの音楽に関する論文を執筆し、1909年にパリ音楽院作曲家の教授に任命された。門人に、 オリビエ・メシアンがいる。1904年から1907年まで、セイクロティルド教会の聖歌大使記者を務める。その後も作曲活動を続け、中でもピアノのための、6つのソナチネは興味深い作品である。第1番は、ブルゴーニュの民族音楽。第2番は、鳥の声。第3番のフィナーレは、ブルゴーニュ民謡を挿入しており、 第4番は、インドの様々な戦法によって、EN ダイバーズモーズヒンダスとの副題がついている。ありがとうございます。